みなさん、こんにちは、こんばんは、アスカです。今日もスーパーマリオメーカーやっていきましょう。エリートフォレス、エリートレース、エリートレース、はい。タイム制ではないようだ。タイム制ではないようだけど、こうしてこうして、あの子が出てくるのも合わせるの誰こうやってで、投げる。結構遅いというか来てるやべえ。あ、でも、あ、違うか、あのボムをなんかすんだよね。で、にゃーってなってなーってなって、よし、わかったぞ。こう、いやぶんなー、びっくりした。はい、あー、こんなボンミスを、ボンミス太郎やはい、ボンミス太郎に自分だけ受けた。で、ほら、いいぞ。はい、で、ほい、はい、投げる。はい、な、ジャンプ、きた。はい、オッケー。というか、まだシュッシュもいるぞ。けども、なんだ、とりあえず行くか。おいおいおい、乗る。ね、にゃっ、なっ、で、はい、なっ、食べる。よし、食べてくれ、このテレサたちを。メレンゲみたいで美味しいよ。んで、一回これ引っ、ぶなっ、なっ、あ、こんな感じか。オッケー、はい、できた。で、投げる、投げる、投げ技、よいしょ。で、はい、ね、はい、来い来い来い、うっそ、行くと、ね、ちょんちょんちょん、ほい、さっさ、オッケー。で、投げて、ちょん、で、カロンなんか避けたぞ、私今。ちょん、さーん、ぴょん、はぁ、来たー、よいしょー。これはとりあえず、ポンポンポンするか。ポン、ポン、ポン、ちょん、あー、いいのか。で、下に、ジャンプー。で、ほい、これでいいの？何を、最後何を出す？何を、あ、左壁当て。何これ上壁当てー。ボムは持ってくんか。ちょっと早く、早く。よし、よし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 、順調です。あ、やべー。今日は一緒に行くか。今日は一緒に行こう。はい、続いてはドラゴンボールを運ぶスーパーダッシュ全自動やっていきましょう。ドラゴンボールのモノマネしてる人結婚したね最新のネタ、はい。じゃらへんじゃら、今ブロリーの笑顔やってるよよよよブロリーの映画見た、みんな。ほら、なんかかぶ、おお。ドラゴンボールこれ運んでるよ。てててて、へい、ドラゴンボール。このボムちゃんがドラゴンボールっていうことか。なるほどね。よし、カプセルコーポレーションはどこや。これか。カプセルコーポレーションが結構好き。あとはブルマのお金持ち具合が好き。入りました。あとは父の鉛が好き。続いてはプロスラブトゥラブエンダパンプウォールランプ、ラブラブ的な、何、ハートがモチーフ、ハートモチーフ壁キック、愛ということですな。口から、あれ、上から、口、ラブラブ、よし、はいはい、私はもう愛に満ち溢れてる天使ですから、はい、ラブのことといえば私、愛の相談なら私にお任せ何でも恋の悩み24時間受けたまわります。怪しい、怪しいな、そのラブ、はい、よし、ほら、ここまでこんなに来れてるってことは、私がラブがいっぱい持ってるからだよ。
라블리. 아, 歌を歌おうとしたら、なんかないかな、ラブエピソード。私ね、前ね、手編みのマフラーをプレゼントしたことがある。 いつの時代よ。 高校生の時かな。手編みのマフラーもらった人、地獄だよね。でもちゃんとしてくれたよ。とりあえずみんな、はい、マフラーもらったら一回はつけてあげましょう。それだけで大喜びするから。いくぞ、ラブ伝道師降臨。はい、よっ、パッパッ。ラブ伝道師あるあるといえば、 好きな人の前では小食になるっていうことだよね。あれ、こっち、こう、ちっこくない、小食すぎない、ここ。本当はどっちがいいんだろうね、男の人って。いっぱい食べてたら食べてたで引くよね、絶対ね。こいつ俺より食べるじゃんみたいな。言われたことあるもん、中華バイキングに前ね行ったのよ、中華料理のビュッフェに。そしたらめっちゃ食べてたのね。<笑>そしたら 引かれたもん、また食べるのって。<笑>ちょっとまた思い出したら自分の食べ過ぎに驚いておりますが。だってバイキング食べちゃうじゃんね。食べに行ってんだから食べるに決まってんだろうみたいな。はい、そこでさ、そこで小籠包1個とかありえないからね。元取らなきゃ。エビチリは何回でも頼みますよ。払ってくれるんだったらね、いいよ別に小籠包1個でも。 だけど、割り勘だし、自分の分は自分で元取らなきゃ。よしか、やったー。オッケー、次はじゃあ恋愛あるある。右側、恋愛あるあるなんて話してる場合じゃないか。クリアクリアクリアやん。はい、やったー、よし、乗るね。何これ、めっちゃいいねもらってる。 ライデット。何、びっくりした。もうゴールかと思ったよ。はい、何よ。あ、登ってくのか、ライドって。そういうのぼるけ。あ、待って、ここ、ここで待って、あ、こうか、押されちゃうのか。あ、や、待ってた方が良かったのかな。こうでいいか。あ、やべ、ほら、これ一回多分ね落ちちゃったらもうアウトな気がする、時間的に。 はい、やり直し。お、よ、あ、待て。お、お、んで、よ、よし、残り18秒。やばい。ほい、もう一回、ほい、もう一回。はい、もう一緒。<笑>ええー、あ、タイムアップになる。はい、せめて次のところまでは行きたい。よし、3秒。 ありゃー、ちょっと、マジか。こんなに声が低くなるとは思いませんでした。ぷい、できるやん。面白いね。<笑>こんなに声が低くなるの、いいね。最後に、KKスライダーランやっていきましょう。レッツスライダー、戦いじゃ。ほっ、白と茶色の戦いじゃ。ありゃ、 私がよく食べる唐揚げに似ているこのモグラさんたち。はいはい、この10秒ポーズだけど時間がもしかしたら、が、何これ、やべえ。<笑>あー。<笑>変な声聞こえなかった今。私の声でかき消されたかもしれないけど、変な声聞こえたぞ。もしもう一回死んだら聞いてみよう。ちょっとおとなしく喋っとこう。 あの声が聞こえることはもうなさそうだ。あー、やっぱやっちゃった。あーって言ってなかった。この子が言ったのか。はい、よし、おっおっおっ、来た。あ、やべえ。あー、また私が叫んでしまって、この子の声を、あーって言ってたね。これで喜ぶのは私か、 小学生ぐらいだぞ。はい、ポンポンで、結構舐めたらあかんコースや。はい、鬼畜コースや、ほりゃ。オッケー、
これで一日笑える学校で。あいいね。ない。結構学校で一日このネタで笑えるみたいな。授業が終わって友達の机に集合してみんなで。はい。